毎年10月に幕張メッセで開催されるアジア最大級の規模を誇る IT 技術とエレクトロニクスの国際展示会である。主催団体は情報通信ネットワーク産業協会、電子情報技術産業協会、コンピュータソフトウェア協会。国内外で活躍する IT とエレクトロニクス関連企業、団体、及びユーザー企業、団体が参加し、 時代の先端を行く最新技術や製品の発表、デモを行う。2016年以降はソサエティ5.0を実現する超スマート化社会に向けた取り組みを c p s IoT をキーワードに体験型展示などを駆使し、他産業の来場者にも分かりやすく紹介される。企業トップや国内外の要人による講演やセミナーも開催される。 近年ではゲームアニメ、ロボット、ウェラブル機器などが海外の投資家、ベンダー等の集客にも貢献している。2000年代は液晶テレビ、スマートフォン LED 照明、UKL 等の照明デバイスが人気を博した。2016年の開催からは GTEC Japan c p s IoT e x o i b i t i o n と題して展示のテーマを家庭用電気機械器具から サイバーフィジカルシステムともののインターネットに絞り込み、脱過電子とともに開催期間の最終日を土曜日から金曜日に繰り上げた。2016年の開催では14万人以上の各産業の経営幹部、研究、技術者、営業販売担当はもとより様々な職種の来場者が集い、新たな市場そのものを創造する場として開催されている。 ありがとうございます。